この写真はアメリカのアーカンソー州のガーブンという場所で撮影されました。撮影者はですね、超常現象の調査チームで、ここには頻繁に列車に轢かれた男の霊が出ることで知られているんですね。それでここに調査にやってきました。グループ内の霊感の強いメンバーが突然、そこに幽霊がいる、列車を横切る男のような青いエネルギーを発していたと言い出したんですね。ですので写真を撮ってみたら、このようなものが写ったとのことなんです。この写真はイギリスのアインスフォード城というお城で撮影をされました。1085年から1087年の間にウィリアム・デニス・フォードという人によって建てられたんですが、このアインスフォード城は長い間廃墟のお城になっていたんですね。現在はイングランドの歴史的建造物を保護する目的で作られたイングリッシュ・ヘリテージ、これに指定をされました。この写真は2016年にここを訪れた観光客によって撮影されたんですね。写真を撮った男性によると、当時階段の近くには誰もいなかったそうです。この黒いフードをかぶった人影はまさに死神そのものなんですね。おそらく長い間ここに住み着いている悪霊の類ではないかと思われます。これはカリブ海、南は太平洋に面する中米の国であるホンジュラス。ホンジュラス共和国の病院で撮影されたものなんですね。病院の入り口からこちらを覗いている幽霊の姿が映り込んでしまいました。輪郭がぼんやりとしているんですけれども、洋服の色とかこちらを見ているその様子がよくわかるんですね。病院の職員の話によると、この幽霊はここに勤める人が誰もが目撃しているとのことで、患者とかスタッフに嫌がらせをするために夜になると部屋から出てくるそうなんです。はい、この写真なんですけれども、これはですね、イギリスの有名なお化け屋敷で撮影された写真で、ポンテフラクトの黒い僧侶という名前までついているんですね。1966年、15歳と12歳の2人の子供を持つ夫婦が、イギリスのウェストヨークシャーのポンテフラクトにある家に引っ越してきました。しかし、その翌日からですね、彼らはポルターガイスト現象に悩まされるんです。そのポルターガイスト現象はとても凄まじくて、娘を階段の上に引きずり上げたり、目に見えない実体からの暴力、そういったのが繰り返されるありさまでした。そして夫婦はですね、黒いローブを着たフード付きの人物がベッドの上に浮かんでいるのを見るようになるんですね。そしてこの一連の出来事はイギリスで報道されて映画化されました。その名前はライトが消えた時、When the light went out という映画で取り上げられたほどなんですね。この写真は2016年に撮影されて、まさにその黒い僧侶が捕らえられたものだと言われています。とても怖い感じの写真なんですね。これは家の中の鏡に映り込んだものなんですが、やはり鏡というのは霊体が映りやすいと思います。この写真は廃墟の探検をしているグループのメンバーが撮影をしたものです。心理現象とかオカルトサークルとか、そういったのとは全く関係のない人たちだったんですね。無意識のうちにカメラで写真を撮ってて、幽霊を撮ってしまったというものなんです。
落書きしている廃墟のプールサイドの右側を見てください。白い幽霊が現れているんですね。そのシルエットからはちょうど歩いているように見えるんです。当初このような白い影は全く見なかったそうなんです。まさにこれはここに住み着いている浮遊霊の類が映ったものだと思われます。この写真はイギリスのバートンにあるトレント川のほとりで撮影をしたものなんですね。写真を撮ったのはアンダーソンさんという男性で、息子のルイス君と一緒にボートに乗ってこの川で釣りをしていた時のものなんですね。二人は釣りを終えて帰ろうとした時に、反対側の川の土手に白い人物がいるのに気がつきました。しかしその白い影はですね、消えたかと思うとまた現れるというとても不思議な現象を繰り返していたそうなんです。この親子が言うには全てが非常に奇妙だったとコメントしているんですね。このトレント川の流域っていうのは実は多くの幽霊の目撃情報があるんです。特にニュートンロードに近い流域ではですね、長年にわたって水難事故とか自殺が多発しているんですね。またこの川に架かるアンドレ橋という橋があるんですが、そこの橋では多くの魔術が行われていました。実際に17世紀と18世紀にはですね、この橋の付近で魔術によって子どもたちの犠牲者が出ています。とても不気味な写真なんです。はい、これはウィル・スミス主演のアメリカの海外ドラマフレッシュ・プリンス・オブ・ベルウェアのワンシーンなんです。これはですね、アメリカでは大変騒ぎになった写真なんですね。ソファーに座っている3人の後ろにある扉を開けた時に、奥の上の方に顔が浮かび上がっていたんですね。出演者の一人がこの異様な気配に気がついたのか振り返って見ています。その浮かび上がった顔はとても悲しそうな表情をしてカメラの方を見ているんですね。顔だけというか生首状態で浮かび上がっていますし、とても不気味な写真です。